かしめっちゃいるけど人の気配なくね。ね。あ、びっくりした。脅かさないでくださいよ。あ、じゃあ、かかしいな。かかしですか。何本抜かしてくれ。さあ、おおさん、バスト。3、2、1、ゴー。4、3、2、1、オー。はいどうもー、 MS レッドカーペット水木です。サトルです。本日は、秩父市にあるかかしの里にやってきました。イエイ。ちょっといい面白い看板があって、かかしの里っていうね、そう、ここ一応かかしの里内に今入ってるんですが、このね手前ぐらいからなんか人形目立つなみたいな、そうだね、なんかいるなってな、いるなみたいになってて、でこういうほら、こうここにもいる洗濯板がね、洗濯板、洗濯板でなんかちょっとね、そしたら急にかかしの里っていう、あ、こっちもいる、看板が出たんでちょっと面白そうなので、立ち寄ってみた感じ。本当に何も知らない状態で来たので、もし人がいればなんでこんな場所が作られて、ね、どうしてこうなってるのかをちょっと聞いてみ、いきたいなと思います、それでは秩父市かかしの里楽しんでみよう。ゴー。おう。カサカサしてるね。なんか 見た感じだとそれぞれの家の前にかかしを置いてるのかな。やっぱいる。本当。それぞれの。これってあれなのかな。それぞれのお家の人イメージなのかな。ああ似てる似てるっていうかなんか。どうする、ここでさ声かけたら同じ感じの筆ですよ。人がいないからちょっと、あげてみよう。めっちゃいるじゃん、なんか泥棒いるじゃん。本当だね、泥棒みたいな感じの人かな。あ、待って、サロンって書いてある。昔サロンで観光客をもてなしになってるからいるかな。私のみんなで作ってるんだ。みんなで作ってるんですか。あ、なるほどね。週1回の集まり。へえ。って言ってもこんななんかこうリアルなかかしってあんま見ないけどね、もっとなんか本当にこういう畑とかじゃない。おお、見てあんなに猫がいることある。あれ家族、野生の猫だったら警戒して多分逃げちゃうけど、人に慣れてる。あるな動物。あ、ダメだ、野生だわ、かわいそう言ったら。警戒してる。カカシめっちゃいるけど人の気配なくね。ね。確かに。人かなと思うけど全部カカシ。ちょっととりあえず人探して、ちょっと話聞きたいんで。すいません。ちょっとお話いいですか。こんにちは。カカシや。カカシや。カカシですか。どう見てもカカシや。あ、リアルすぎてちょっと難しい。なんかリアルっすよね。リアル。怖い。あー、こんにちは。この辺ってなんかカカシがすごい多いんですけど、なんで秩父のカカシや。あ、カカシですか。カカシや。秩父のカカシや。ちっちゃいやんこのカカシ。すいません、あのちょっとお話聞きたいんですけど。カカシや。カカシや。どう考えてもカカシや。いやでもサトルくんすごいな、遠目からでもカカシって判別できるの。そう、もうすごいな。静か。あ、びっくりした。脅かさないでくださいよ。あ、じゃあカカシや。カカシですか。カカシや。カカシ誰がこんなとこで休憩してるの。あ、これカカシか。むずい。カカシや。めっちゃむずい。本当なんかこう勝手に楽しんでスポットかも。
こんにちは。仕事中すいません、ちょっとお聞きしたいことありまして。クレヨンしんちゃんの名車カカシや。似てる、しんちゃんみたいな名車カカシや。しんちゃんじゃないですか。しんちゃん似てないけどカカシや。しんのすけの目に似てる。全然似てない目が。すいません、ちょっとこの辺でちょっとお聞きしたいんですけど。石、あ、石っすか。石っすか。カカシでもない。むずい、むずい。石っすか。石超むずいじゃん、ここむずいじゃない。釣りしてるイメージかな。そうですね、意外と凝ってますよ。凝ってるね。まあ、ほんとだ。かわいい。すみません、ちょっとちょっとだけ聞きたいことありまして、ちょっとだけいいですか。すみません、仕事中すみません。ここってまたまさっき通って、なんか面白そうだなって、看板が見て、これなんでこんなカカシいっぱいいるんですか。昔ね、はい、この縁側店ってやったんだよ。秋の縁側店、11月2週目の土日って、なんか秩父の学科の写真の人とか、はいはいはい、人も絵描いてる人が飾ってたのがずっと25年やった。あ、でもね、やっぱ高齢化でだんだん跡取りがいなくなっちゃって、あ、今から3年ぐらい前に辞めちゃって。あ、なるほど。それで目玉がないんで、女の人が、はい、支配に集まって1週間に1回これ作ってるの。うーん、あ、でじゃあ今も増え続けてってるんですか。いや、もう大体今人口よりか多くない。あ、そうみんな80人ぐらい、34世帯ぐらい、80人ぐらいしかなくて、もうみんなほとんど100歳ぐらい。あ、でも80人ぐらいはこの里にいるんですよ、うんうん、でもほとんどほらみんな用事があってみんなここに、うん、なんか外に出てる人ってのが少ないけどね、はい、うん、あそこなんかギャラリーみたいな、うん、あそこはね、あのここに話しかけて出て開ける。あ、お父さんか。あ、お父さんですか、もしかして。多分女の人なんだけども、はい、もしだったら開けますけど、だからもしここに話しかけてみさせてくださいって言えば来るけど、ずっと常時いるわけにいかねえだもん。あ、確かに。もしだったら行ってもいいよ。あ、行ってもいいですか。で、あそこの人がね、ちょっと女の人が、はい、中心にやってるんだけども、はい、話しかけてみるよ。この、で、かかしって、それぞれの家の前にいるじゃないですか。あれって家の人のイメージで作ってる。いや、あ、関係ない。ちょっと待ってね。あ、すみません。今、ずっと人が上がってた。そうです、そうです。じゃあ、こっちもあるから、ずっと待ってて、そこ行ってね。あ、そっちもあるんですか。この上。あ、はい、ありがとうございます。めっちゃいい人だね。いい人だね。あんまりないもんね。そうなんですね。この景色ちょっといいよ。なんか、本当あの、公園とかの雰囲気みたい。ああ、確かに。こう、子供とか、お父さんが遊んでるみたいな。このかかしいいね。でさ、このかかしのポーズさ、こうだよ。こんなやついる。これ、完全にそうだね。何してんだろうね。でもこう知らずにふとこうブーンとか真夜中とかに車通ったら怖いよね、うん、あれって思う。現場監督が休んでるよ、あんなところで。監督休んでるよ。ほら今有名だね。誰だ、カエルバンデー見なかった。カエルバンデー、あのちょうどこれもこの橋脚も廃墟というか、ちょっと使われなくなった。Oh my God!